伊賀とは、かつての両政国の一つである、伊賀国及び、その領域に、ほぼ該当する現在の三重県西部、上野盆地一帯にあたる地域に対する故障である。本校では、現在の三重県の一地方である、伊賀地方について記述する。三重県の地域区分伊賀、北勢、中勢、東紀州、南勢三重県庁は、三重県を、北勢、伊賀、中勢、南勢。 東紀州の5つの地域に区分しており、旧伊賀国の地域は伊賀地方と呼ばれる。県下では、9つの生活創造権が県庁により、設定されている。伊賀地方はこのうちの伊賀生活創造権に相当し、伊賀県民センターにより管轄されている。都市雇用県定住自立県伊賀市は、笠木町、南山城村、山添村と定住自立権形成協定を結び、 伊賀城は定住自立圏を形成している。ちなみに、城和とは、山城国、山都国のうち、東道藩上野城の管轄下にあった地域を指す、言葉である。特に全線伏線かつ電化されている、近鉄大阪線が東地方における鉄道の大動脈となっており、道線を利用しての大阪市内などへの通勤通学客も多い。名古屋から大阪へ、一般国道を通っていく際に、 中山道ルートや東海道ルートの方が近いと思われがちだが実際には伊賀越奈良道ルートの方が近い。新聞全国紙は伊賀地方の全域が大阪本社のエリアに属している。また名古屋市に本社を置くブロック紙の中日新聞や三重県の地方紙伊勢新聞は伊賀地区でも販売されている。地域メディアありがとうございます。